サマービルというモットーが記されている。1899年、国際医学会が、ハイト喉の,の疾病の治療と回復について、世界でも特に適した場所2箇所の一つにサマービルを挙げた。乾燥して、砂の多い土地であり、多くの松の木が、空中にテレピン油派生物を放出しているということから、このような使命を受けた。このことは、サマービルの商業と、 住宅地区開発に役立っていると言われている。サマービル町内では、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている建造物として、アシュリー川道路、ミドルトンプレイス、植民地時代ドーチェスター州立史跡、旧ホワイト集会所遺跡と墓地、サマービル歴史地区がある。サマービルの中心はドーチェスター郡南東部にある。町の北東部は、 バークレー軍とチャールストン軍に入っている。町の東は、リンカーンビル町、南東は、ノースチャールストン市の接している。町域の南は、アシュリー川まで伸び、旧ドチェスター鳥で州中立公園に接している。アメリカ国道78号線が、サマービル町の中心近くを通っており、南東に24マイルで、チャールストン市中心街、北西29マイルのセントジョージ町で、 週刊高速道路95号線に接続する。週刊高速道路26号線はサマービルの北東隅を通り、出口第199でアクセスできる。その南東はチャールストン市、北西は90マイルで州都コロンビア市に至る。アメリカ合衆国国政調査局によれば、超域全面積は18.1平方マイルであり。 このうち陸地18.0平方マイル、水域は0.12平方マイルで、水域率は0.62%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。サマービルはチャールストン市やノースチャールストン市に比べて手頃な価格の住宅が豊富にあり、税金も安いので、急速に人口が増加している。2007年。 チャールストンノースチャールストンサマービル大都市圏の主要自治体に指定された。また、チャールストンノースチャールストン都市化地域にも属している。ドーチェスター軍第2教育学区がサマービル町のための教育学区であり、町を中心にさらに広い領域を管轄している。1973年からサマービルではフラワータウン祭を毎年開催している。 サウスカロライナ州でも最大の芸術と工芸の祭りである。サマービルアザレア公園で毎年4月第1週末に開催される。1925年、サマービル商工会議所は松林にある花の街をスローガンに採用した。ありがとうございます。